ジャスミンに変身しちゃった。もしかしてあれって、あ、翼ちゃんどこで変身したの？最後まで見たらわかるわよ。スタート。うわー、大きなお城。プリンセス出てこないかしら。みんなは誰に会いたい？私はベル。エルさんに会いたいです。私はシンデレラ。アナが一番好き。プリンセスのおまわり。来た来た。ごきげんよう、たまごプッチくん。シンデレラ、毎日お稽古ばっかりで疲れちゃうわ。ベル様、ちょっと涼しいところで休暇を取りたいわ。キョイ、エルサ様。私はエルサにどこでもついていくわ。アナ様、かわいい。本物初めて見たけど、オーラ半端ない。そろそろ後ろにも飽きちゃった。誰か私たちに代わってくれないかしら。あそこで見てるあの子たちは一体。やばい、ちょっと動かないでよ。あらあら、大丈夫？何をしてるんだお前たち。そろそろピアノと英会話のレッスンだよ。はあ、めんどくさい。いいかい、この時計が1時になるまでにはお城へ戻ってくるんだよ。わかりました。もう少ししたら行きますか。水泳に英語にピアノ、私たちだって遊びたい。は、そうだわ。あなたたち顔を見せてちょうだい。はい、プリンセス。ここらの女子高生だけどみんな可愛いわ。今からディズニープリンセスに変身してちょっとだけ入れ替わりましょう。私たちがディズニープリンセスに変身。ほら、馬車に乗って、でん、あの場所までお願い。はは、わかりました、エルサ様。やったやった。小さい頃からお姫様になりたかったんだ。こんな平凡な女子高生が果たしてディズニープリンセスに変身できるのでしょうか。歌手とかマジ初。行きましょうか。レッツゴー。やっぱり心配だから私たちも行きましょう。着きましたよ。ここはプリンセス美容室。さようでございます、姫様たち御用達の美容室です。さあさあ、可愛く変身してきてください。こんにちは。え、でもすごいわ、本物のオーロラ姫みたいですね。当たり前じゃない。私はここの店長よ。私たちは双子の女子、ビビとミミよ。こんにちはって、今日からバイトで入る翼です。隣のクラスの翼ちゃん。あ、かやまさん、私今日からここでバイトするんだ。まずこの制服を着替えなくっちゃ。なりたいプリンセスはいるかしら。はい、私の憧れのディズニープリンセスはジャスミンみたいにしてください。オッケー、なかなかいいチョイスね。本当にプリンセスみたいになれるのかチェックしないとね。髪型からね。まずはこのジャスミン人形で髪型のチェックよ。ちょっと変わってるわね。でもこれと同じにしよう。それではまず両サイドをねじります。ねじってねじって両側がねじれたら、ここを同じ色のゴムで留めるわ。ここにボリュームを持たせて結んでいくわ。同じ髪型になったわ。リボンの代わりにティアラをつけてジャスミンの衣装に着替えましょう。どうなるんだろう。それではお着替え、どうぞ。みたいになれるかな。ピアスも変えて、ネックレスをつけて、ズボンを履いて、あとは靴を履いて、開けていいわよ。カーテンオープン。マジ？めっちゃジャスミンだし、すっごく可愛い。いかがでしょう。思ったよりいい出来で気に入ったわ。今日からバイトよろしくね。はい、この格好で頑張ります。待って待って、思った以上にクオリティ高い。すみません、私たちもよろしくお願いします。まあまあ
素材は良さそうね。じゃああなたたち、なりたいプリンセスはいるかしら。はい、エルサになりたいです。似合いそう。ふむふむ、じゃああなたから変身ルームへどうぞ。楽しみ。心配でついてきてしまったわ。大丈夫かしら。このお話は前編よ。みんなは憧れのディズニープリンセスになれるのでしょうか。エルサになってやるわ。後半も見たい子は評価もぜひ。ここでみんなに質問よ。みんなは変身するとしたら、アナ、ベル、エルサ、シンデレラのプリンセスに変身したいかな。コメントに書いて教えてっち。チャンネル登録はここをポチッと押してよろしくお願いします。次回もお楽しみにね。バイバイ。次はどっちを見ようかな。